新入社員でね、ピチピチのいくつですか？19歳です。はい、19歳ということで、はい、皆さん可愛がってあげてください。19歳の森本くんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では早速ですね、この2台今並べております。 E63S、 こちらが GT63 ボードワークーペ、早速紹介していきたいと思います。はい、では早速こちらのね、ご紹介させていただきたいと思います。こちらがですね、 C63S ではありますが、なんと特別使用車のエディション1というグレードになっております。で、もうこの外見からすると何がエディション1なのかといいますと、ここのね、専用のバンパーですね。この特別限定車で、ここのカナードであったりとか、この辺がね、ナイトパッケージっていうのも付けておりますので、ここがグロスのブラックとなっております。はい、だからこの車に関しては純正の塗装のこちらのね、マットブラックプラスエディションはナイトパッケージのこのグロスのブラックですね、もう全てブラックアウトしているというところでございます。横を見ていきますと、ミラーもフロントのバンパーのカナダと一緒でグロスのブラックになっております。見てください、このホイール、専用ですね。これもエディションは専用になります。単造の、ホイールになります。で、ホイールの、インチが20インチ、こちらですね、 AMG のカーボンセラミックブレーキ、はい、こちらがね、なんと、110万円。ということで早速、続きまして内装を紹介したいと思います。なんといってもこのカーボンのインテリアトリム、これが非常に美しい、ね、もちろんね、割れていたり、ヒビが入っていたりとかね、そういうのももちろんございません。内装に関してはこちらエディション1の限定、まあ、特別使用車になりますので、イエローのそこのね、ステッチ、このパフォーマンスシートですね。はい、で、ここもイエローのステッチとなっております。で、ステアリングがアルカンターラの、これもね、専用のステアリングです。で、ここにエディション1と、これも専用のパネルがついております。はい、で、IWC の時計がついていますね。はい、もちろんこのダイナミックのスイッチ、はい、はい、こちらを、操作することによって、スポーツプラス SC と、はい、変わっていきます。で、ノーマル、スポーツ、スポーツプラスですね。で、レースモード、はい、で、普通の E クラスももちろん十分かっこよくてね、高級感があるんですが、こちらに関してはもう余すことなく、はい、高級感ともうレーシーな、盛りだくさんの内装となっております。はい、はい、ということでリアビューなんですけども、先ほどからお伝えしているように、モールもエンブレムも全てブラックアウトされています。まあ、やっぱりこういう風にマットブラックの塗装でこういうモール類もね、統一してブラックになっているので、よりかっこいいかなと思います。で、こちらナイトパッケージですので、通常はこちらね、シルバーの、まあ、メッキのねやつなんですけども、マフラーも、ここもね、全部黒になっております。こんだけ統一感あったらかっこいいですね。かっこいいですね。はい、GT63S のフォードアクーペを紹介していきたいと思います。こちらも限定車、まあ、特別使用車ですね、エディション1になります。で、先ほどの E63S 同様、こちらもナイトパッケージっていうのがついてます。で、こちらの特別使用車ではここのね、カナードが大きくついています。はい、で、ここのカナードとか、リップスポイラーのところもグロスブラック、まあ、ツヤありのブラックですね、はい、という形になっております。このグリルとか、はい、この白と黒のね、あれがあるので、よりダイナミックな見栄えになってますんで、まあ、これも説明不要で非常にかっこいい顔面となっております。先ほどの E63S 同様ですね、こちらも
専用の、ホイールとなっております。で E クラスと違うのはこちらがインチが1つ上がりまして21インチのホイールとなっております。はい、これも単造のねホイールですから、まあ純正でね買うとやはりタイヤ付きで、まあ、3桁乗るホイールとなっております。まあ、このデザインね個人的に、私も非常に大好きな形なんでね、この限定車、についてこのホイールは別格でかっこいいかなと思います。何かってお伝えしますが、ここのねこういった前のカナードとかこちらのねサイドミラー、全てね本当はこれ純正の、ナイトパッケージでなければこちらがボディ色と同じなんですよね。はい、それがこちらがクロスのブラックで全て、車1台統一されているというところです。このモールもですね、はい、まあ、でもよくね外車は こちらのモールがね甘じみであったりとかでこうブツブツブツってなるので、まあ、このナイトパッケージに関しましては黒の、ね、艶ありの黒で統一されているのでね非常にかっこいいかなと思います。ということで、GT63S フォードアクーペの内装の紹介をしていきたいと思います。こちらのねマットのね、カーボンのトリムも非常に高級感があって、まあ、個人的にはもちろん E もかっこいいんですけどこのマットのカーボンすごいレーシーですよね。パネル類の形が、E のセダンとまた違った、形となっておりまして、まあ、ここがカップホルダーで上がエアコンの操作パネルでタッチパッドがねこういう形状になってますんで前のタイプよりねこちらの方が質感というか操作感というか良くなっております。ですごいのがねここやっぱり液晶なんですよね。全て物理ボタンはあるんですけれどもここがね液晶のボタンになってましてこちらでアイドリングオフしたりだとかこちら可変マフラーの操作のところもこれ液晶でねついています。でハンドルもね非常に形が変わっておりまして左右の操作スイッチは、後期の S とか先ほどの E クラスと同じではあるんですがその下に今森本くんが触ってくれているところに、くるっと回すところでね、エンジンの操作スイッチになっておりましてコンフォート S、まあスポーツプラスでレースモード切り替えがこちらで変えるようになっています。で左側で先ほどここにもね同じボタンついてたんですけれども左手にマフラーの可変バルブの開閉並びに、サスペンションの減衰 CS、S プラスですねその3段階をそちらで変更することが可能です。はい、先ほどの E63S のエディション1同様ですねステッチが同じ黄色です。はい、でやっぱこのシートはやっぱりいいですよね。はい、でシートベルトも黄色です。何言うんかな思いましたけど可愛らしい笑顔でありがとうございます。ということで続きまして、こちら後ろなんですけれども、先ほどね E の 63S のエディション1のナイトパッケージでお伝えしたようにこちらもですねベンツマーク AMG GT63S エンブレムが全て、ブラックアウトされております。でなおかつこちらですねめちゃくちゃかっこいいリアウィングがついておりましてこちらがカーボンとなっております。でもちろんね、小傷等は一切ないので非常に美しい状態ですね。で、こちらもですねディフューザーこれがね E の6歳ですよね。ここにパネルないんですよ。よりねレーシーな、ディフューザーとなっておりましてこちらもね E の 63S 同様ですね、マフラーのカッターのこちらブラックで統一されております。もちろんなんですけれども年式と走行とね順に説明させていただきたいと思います。
じゃあ森本君から E クラスの紹介でお願いします。はい、こちらの AMG E63S フォーマチックエディション1の2018年式の、走行距離が21,000キロです。はい、で V8 ツインターボの、はい、4リッター、はい、馬力が612馬力、車検も令和5年の9月まで残ってます。はい、約1年ね、はい、残っております。で、先ほど、ご紹介させていただきましたけれども、こちらのねオプションが、カーボンインテリアトリム、AMG パフォーマンスシートとパフォーマンスのステアリング、ナイトパッケージ、もうこちらに関してはもうフルオプションでございますので、でカーボンのセラミックブレーキもありますし、盛りだくさんの車となっております。で最後にね、ちょっとお値段をお見せしようかなと思いますので、続きましてこちらの GT63S のコーダークーペのご紹介です。こちらが令和1年式、車検がなんと2年付きでお渡しになります。ちょうどね新車から3年経ったというところですね。で走行距離がなんとまだ1万キロ行っておりません。8800キロでございます。はい、でこちらもね、V8 のこちらが 4.7 リッターのツインターボで、先ほどが612馬力なんですけど、なんと639馬力です。 4.7 リッターで、はい、でなんと0-100調べたんですけれども、こちらが 3.2 秒ですね。 100m まで 3.2 秒できます。はい、でこちらがね、特別使用車というのは同じで、ついてるオプションもほぼほぼ同じでございます。で単造の21インチのホイールがついていて、エアロンも専用で、ついております。でパフォーマンスシートとかステアリング、ナイトパッケージも同じでございます。じゃあ早速、じゃあ E クラスのお値段から紹介したいと思います。はい、はい、こちらですね、1298万円で、こちらの、GT63S のフォードアクーペがこちらですね、2052万円となっております。非常にね状態のいいこのマットブラックとこの白のね、同じ特別使用車、皆様いかがでしょうか。なかなかですね、こういった AMG のね特別使用車っていうのが、店頭にねこうして2台並ぶこともなかなかないんで、皆さんねぜひとも現車をちょっと見てみたいなと気になられたお客様はですね、まあ、ぜひぜひ、お店の方に遊びに来ていただいて、現車を見て、触ってですね、座っていただいて、マフラーを吹かしていただいてね、このお車の良さをね体感していただければいいかなと思います。ということで、本日はこちらの E63S、GT63S のフォーダークーペ、両方ともですねエディション1ナイトパッケージのご紹介となりました。ということで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございます。